まあ、結構日系の企業とかですね、日本の企業の工場があるアラバンなんですけども、治安平気なのって結構聞かれるんですけども、そこまで悪くはないかな。ただやっぱりコンドミニアムと一戸建てだったら絶対コンドミニアム住んでいただきたいので、やっぱり1階にコンシェルジュが常にいて、ガードマンがいてっていうところで、やっぱり日本人って目立つんですよね。で、一番現地でまずいのは、その行動パターンが読まれてしまって、なんかやっぱり一人になった時に寝られるとかいうのがあるので、コンドミニアムってやっぱりいろんな人が行き来してて、なかなか分からないですよね。なので、一戸建てよりはコンドミニアム。現地の行き方、やっぱりバスかタクシーって言ったら、バスも行けるんですけども、やっぱタクシー、そしてグラブが一番いいかなと思いますね。グラブカーで、やっぱり顔の見える、ドライバーと一緒にですね、行くのがいいかなと。まあ、アラバン、利便性、まあ、近くに大きなモールもありますし、まあ、そこそこですね、お店も点在してるんですよね、レストランとか。で、スーパーとかドラッグストアとか普通にあるので、生活はしづらくはないかなと思います。